藤原先生は、即院の女王のことをよく言われますね。ちょっと聞いてみましょう。やはり日本人全体がちょっと根なし癖になっちゃったってね、うん、伝統とかそういうものを忘れて、しかし日本は昔から非常に素晴らしいものを持っていたんで、武士道精神とか即院の女王とか美意識とか、そういう他の国のあまり持ってない、こういうものをどんどん忘れて。短いのでちょっとわかりません。即院の女王、儒教の考えについて安富あゆみさんが話しておられるので聞いてみましょう。もう、蓮舫氏、私はね、黙らないよ。バッシングに反論を続ける理由は次世代のため。私が流して終わる話じゃないということをですね、落選後も止まないバッシングを受けて、私ね、黙らないよ。今最も自由に黙らない。まあ、これはツイートをもっと前に出されてたやつなんですけども。で、これ叩いていいんだではなくてですね、蓮舫さんという存在がやっぱりこうめちゃくちゃ刺さるんですよ。だから、もう我慢できずに叩いてしまうと。この東国原というちょっと勘違いした人が、友達だから言うけど、長年友達だからきついこと言いますけどね、とか言って、クソなこと言ったりですね。で、メタ。私が流して終わる話じゃないと気づいたので、次のことは違うのが、こう言ったのとまた戦っちゃおうと思ったら、きっちり詰めなきゃ、と、次世代のための戦いであるとしたと。これ本当刺さってしまうとね、こうなるって言ったら、まあ、イエス・キリストという人がいますよね。なんで十字架につけられたのか。というと、あれはですね、当時のユダヤ人のその支配者とかに、刺さりまくることを言いまくって、いくら圧力かけてもやめないからですね、貼り付けになっちゃったんですよね。そういうものです。マイケル・ジャクソンがああいうふうに、まあ、もう同じように貼り付けになったと私も思いますけど、なったのは、彼が、その人々が最も嫌がること。それはつまり、子供を守ろうということですけれど。言い続けたので、それをあらゆるアートで表現し続けたので、貼り付けになった。ですから、本当にそのこういうその誰もが耐え難い真実を突きつけるっていう行為はね、非常に危険なことなんですよ、この人類社会においては。まさにそれをなさってるのだなって言って、本当に敬意をですね、表したいと思って、この番組をですね、撮影させていただきました。本当にこのハラスメントというものがですね、私たちの社会を渦巻いてるとかじゃないですよ、でハラスメントでできてるんですね。私たちの社会というのは、秩序というのはですね、これはまあ、孟子という評価がね、即院の女王という言葉で表したんですけども、子供が井戸に落ちかかってるのを見たらね、何も考えずにパッと手を出してしまうだろうと。人間にはそういう生き物なんだと。それをそういう気持ちの上で、ね、パッと手が出てしまうって、ああ、大変だ。この情動の上に私たちの社会の秩序はあるんだということをですね、指摘した。これがまあ、儒教の精神の一番根底にあることだと思いますけれども、そういうですね、情動、これをですね、抑え込んで、ひやがらせてしまうものがハラスメントなんですよ。で、それどころかですね、そういうその暴力によって無理やり作り出している秩序こそが社会の秩序の根源なんだというふうに、人々を信じ込ませるのがですね、その暴力によって社会を支配し、している人々のですね、まあ策略なんですね。まあ、それだけではね、システムそのものはそういう性質を持っています。権力というものをね。だから、その権力にそう近い、非常に有力な国会議員というような地位にいて、そしてその非常に強い民衆の支持を集めておられる、今回もね、120万票を超える人に蓮舫の名前を書いた。そういう人の存在っていうのは、そのシステムからとってですね、その暴力的なシステムからとって、本当に恐ろしいんですよね。でも実際は社会の秩序は、そんなものによって守られてるんではありません。パッと手が出てしまう、井戸に落ちそうな子供を置いたら、パッと手が出てしまうっていう私たちのその気持ち、その連鎖がですね、社会の秩序を生み出しているのであって、こうやって出来上がってる社会を、秩序を利用しね、その支配するために暴力っていうのが、生まれ、そして使われてるに過ぎないんですよね。そこをひっくり返すのが、そのハラスメントというものの本質なんですけれども、蓮舫さんという人の存在は、その日本社会におけるそのハラスメント的暴力に対して非常な脅威なんだというふうに思いました。で、それがですね、今回の、落ちても叩きまくってし続けてしまうっていうね、このアホな行動。